東武バスウェスト岩月営業所。東武バスウェスト岩月営業所とは、埼玉県埼玉市岩月区にある、東武バスウェストの営業所で、大宮営業事務所の参加である。大宮駅、北浦駅をターミナルとし、埼玉市の内見沼区の東武の打線、東武アーバンパークライン以南及び JR、宇都宮線、東北本線伊東、岩月区、浦和区、大宮区。 緑区並びに JR 武蔵野線以北のエリアを運行する系統を所管している。最寄りバス停は国際工業バス、新福寺、東武バスの路線は付近にはない。大宮駅東口から埼玉県道214号新潟須賀埼玉線、埼玉県道35号川口揚尾線を経て、堀の内交差点から埼玉県道2号埼玉春日部線に入り、 東武の打線、東武アーバンパークラインと並行ながら岩月駅まで運行する路線である。かつては大宮駅から越谷駅までを結ぶ長距離路線であったが徐々に短縮され現在の岩月駅までの路線に落ち着く。この路線に加え途中の宮ヶ谷と停留所先の宮ヶ谷と西交差点を右折して北浦和駅方向に進路を変え 埼玉県道65号埼玉査定線を宮下まで運行する路線が2000年、平成12年4に新設され、日中はダイヤの大半を占める。1975年、昭和50年頃までは、岩月駅から大宮駅へ向かうバスは、堀の内交差点で左折せずそのまま、県道2号線、旧国道16号を直進し、氷川3道を通って、 大宮駅東口へ向かっていた。その後ルートが変わり、北は神社交差点先の一方通行の道路に入り、銀座ワシン新ン屈展前停留所前の一番街交差点で左折して、旧中線道に入り、さらに駅前の大宮駅東口交差点で左折して、中央パート前の大宮東口駅前通りで終着。ここで岩月駅行きとして始発し、 東町交差点を左折し堀の内交差点へ向かうというラケット型のルートだったが、指導に降格した一方通行の狭い道路を通っており、使用する車両が大型化すると、この通りの商店街から危険だという苦情の声が頻繁に上がっていたほか、渋滞の激しい急な中線道を通るために定時運行が困難になり、ほとんどの乗客が校舎専用の 銀座ワシントン靴点前から徒歩で大宮駅へ向かうことを余儀なくされており、終着の大宮東口駅前通りまでの乗客は稀にいる程度だった。これらの理由から、この道路のコミュニティ道路化を機に、1991年、平成3年10月に上下線を同一ルートに変更すると同時に、大宮駅東口発着とし、大宮東口駅前通りは、 途中停留所となった。また、大宮駅東口発着に変更された当初は2番乗り場から発着していたが、その後運行本数等を勘案し、現在の8番乗り場発着に変更された。しかし、平日の最終バス、深夜バス及びその後の深夜急行バス、ミッドナイトあるお岩はつき、カスカベは2番乗り場から発車する。さらに、 1980年、昭和55年頃までは、同系統の枝番として、堀崎日の見下駅の路線が存在した。大宮駅から、大和田前原停留所まで、大五50系統と、同一ルートで運行し、停留所先の大和田駅入口交差点を左折。埼玉県道398号、大和田停車場線を北上して、東部の打線、東部アーバンパークラインの大和田駅へ向かい、 線路を越えた駅前の十字路で右折して、堀崎町、現在の見沼区役所、大宮武道館、大宮東図書館近辺を経て、堀崎日のみげ、現在の見沼区役所交差点付近で終着する。なお、現在このルートの一部を、国際工業バス、東大霊山系統、東大宮駅大和田駅、及び、埼玉市、コミュニティバス、見沼区役所線が運行している。 埼玉県道65号埼玉沙手線を東新井団地及び宮下まで運行する東営業所の主要路線である。定流所は北浦和駅東口ロータリーから埼玉県道164号高野洲桶川埼玉線旧中線道のスクラブル交差点を越えたところにある北浦和ターミナルビル敷地内の交通広場である北浦和バスターミナルに所在している。 国際工業バスと異なり、駅東口ロータリーには入らない。停留署名は、北浦和駅であるものの、行き先表記は、北浦和である。現在のバスターミナルは、北浦和一丁目地区第一種市街地再開発事業による北浦和ターミナルビルの竣工に伴い、2002年、平成14年に整備されたもので、それ以前はほぼ同じ位置で平面の折り返し場が乗り場、校舎上は、 対岸のアーケード寄りに設置されていた。本数は少ないものの、宮下の先を、道なりに進み、宮ヶ谷等、西交差点を右折し、埼玉県道2号埼玉春日部線に入り、第50系統と、区間重複して、岩月駅まで運行する岩礼1系統や、浦和駅、西口発着で、埼玉県道164号河野ス、桶川埼玉線を通り、北。 浦和を経由して宮下、岩礼4系統、東新井団地、岩礼5系統まで運行する系統がある。北浦和以南は裏31、裏44系統と、区間重複。北浦和駅を21時以降に発車するいわれに、系統の大半は、途中東新井団地を、ラケット上に経由する。平日は最終含め5本、土曜は、最終が深夜バスとして運行される。 この路線は従来すべての系統でいわれにを使用していたが2008年平成20年10月11日のダイヤ改正において系統番号を分離した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。